サミを折ります。まずこちらを3分の1に折ります。広げます。三角に折ります。広げます。こちらの折り目とこちらの辺を合わせて折ります。反対側も折ります。こちらの辺とこちらの折り目を合わせてもう一度折ります。裏返してこちらの折り目とこちらの折り目の交差している部分で手前に折ります。こちらを半分に折ります。こちらの折り目で折ります。こちらの角を内側に入れます。こちらの辺とこちらの辺を合わせて折ります。一度開いて中割り折りをします。こちらで完成です。同じものをもう一つ用意します。一つ糸を裏返してこちらが合うようにこのように重ねます。こちらをホチキスで留めます。手の入れる部分を描きます。こちらで完成です。